前方に見るのが三島です。神宮皇后ゆかりの三島、その先がアイランドシティ、人工島ですね、福岡市の人工島、手前は博多湾になります。本日は2013年の4月の16日、金曜です。金曜日、天気晴朗なれども風強し。それからこれがですね、今から、じっくり見に行こうと思っておる愛鷹橋。ではちょっとそれからまた右にずっと移動して、あとは逆光になりますからね、あとで撮ります。ではこう入って愛鷹橋を若干ズームしますか。愛鷹橋を今ズームしておるところですね。今日は大潮の満潮ですね。海の水は最高に盛り上がっております。大潮満潮です。これが愛鷹橋ですね。これが神宮皇后ゆかりの三島になりますね。風がすごく強いので、このカメラが三脚ごと倒れるんじゃないかと思い心配しております。これですね。これは高層ビルになりますね。これは高層ビルです。
左側がイオンですね。イオン。いよいよ相田川市に近づいてきました。4月の16日の金曜日ですね、9時40分、午前9時40分が満潮となっております。現在9時30分ですね。もうちょっと潮が満ちてくると思います。大体これも満潮ですね。今の時点で加西火焔川の入り口ですね。加西火焔川の入り口ですね。相田川市加西火焔の観覧車が見えますね。ずっと左、今が満潮です。現在満潮です。相田川橋のアイランドシティ側から撮っております。開通は3月3日桃の節句に開通しました。若干逆光になってますね。アイランドシティに今おります。立派な芝生ですね。手前はウッドデッキ。左回りに1回転しました。ちょうど三島がここに見えますね。三島がここに反対側から見えるところです。